はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。はい、今日はですね、見てお分かりの通りベイスタジアムを金にしてみました。はい、いやー、この前ね、ロストロンギヌスを金塗装してフルゴールドを作ってみたんだけど、うん、この時にですね、ここに飛び散っちゃったんだよね。そう、乾いてなくてね、うん、それでもう金にしちゃったらってことでしちゃいました。はい、実はね、もうボロが来てるんですよ。長く使ってたから、この辺とかね、欠けちゃってんだよね。うん、そうなんで、まあもうこれ思い切って金にしちゃおうということで金にしてみました。はい、すごいよね、これもまた前代未聞のスタジオが完成しましたね。はい、すごいね。じゃあ早速セットしていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらが金のベイスタジアムでございますね。はい、すごいね、景品でもこういうのはないね。うん完全にオリジナル、多分誰もやってないのかな。もしかしたら YouTube 初かもしれないね、これね。そうだね。問題はだ、これでシュートして削れないかどうか。うん、じゃあシンくんお願いします。はい、じゃあゴールドロンギヌスでいきます。はい、 3,2,1 ゴーシュー。大丈夫かな。うん、まあ、あの今回はね、しっかり乾いてるんで、うん、ちょっと線が出てるような気がするんだけどね。線が出てる、まあでもね、これバリアブルドライバーだから、下がさ、ゴムだからさ。あ、そっか。うん、だからあんまりないと思う。このコーナーくらい、この後、あ、大丈夫か。そうだね、気づいてない。あ、でも確かにちょっと跡ついてんね。あ、そっか。じゃあね、じゃあ対決してこのスタジアムの具合見ていきましょう。はい、エイジン君がロストロンギヌスフルゴールドで、私がバルデュールでまたゴールドでやりたいと思います。はい、ゴールドゴールドゴールドだね。はい、3,2,1 ゴーシュ。さあどうだ、スタジアムの具合はどうだ。特にハゲたりはしてない。おっとっと、バーストしちゃった。でも特にないね。うん、あ、やっぱでもちょっと跡ついてる。そうだね、うん、バリアブルドライバーの跡だな、これ。そうだね。3,2,1 ゴーシュ。すごいね、キンキンで何が何だか分かんないんじゃない、大丈夫かな。うん、おお、勝ったよ。うん、もうちょいズームにしてみました。これでいってみましょう。3,2,1 ゴーシュ。あれ、動きが同じ。ワーストしないね、今回は。確かに。じゃあ私は今度はこれでいきたいと思います。ジリオンゼウスマグナムバリアブルですね。はい、ゴールドゴッドベイ。そうだね、シンクはどうするの。ロストロンギヌスナインスパイラル。ああ、スパイラルは金じゃないですね。うん、はい、3,2,1 ゴーシュ。おっと、おい、おい、もうね、バリアブルパパ苦手だから。うん、斜めに打った方がいいよ。あ、そっかそっか、斜めね。3,2,1 ゴーシュ。おっと、出た、バリアブルドライバーが暴れてる。暴れてるけど、一気に体力使ってしまいましたね。そうだね。おりゃ、3,2,1 ゴーシュ。おー、すごいすごい。おー、やったー、やったー。ついにバーストした。ついにバーストした。ついにやったぜー。おー、はい、ということで今回はベイスタジアムをゴールドにしてみた。シーシャー。わお、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 今度はやれちゃった。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。うん、今日何回かシュートしてどうだろう。結構削れたかな。うん、でも金は残ってますね。そうだね。うん、この調子で何回か振りかけ続ければいいのかな。わかんない。ちょっとわかんないけど、まあでもこのスタジアムは殿堂入りかもね。うん、あのうちでもあんま使わないようにしておめでたい時に持ってきましょうか。うん、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。